ことで、クッキー&ナノですということでね、まあ、今回もね、一人で、実況していきたいと思いますということで、まあね、前回、まあ一人でまた、マイクラの、まあ、このワールドをね、紹介したと思うんですけど、まあ見てない人、概要欄に貼ったリンク貼ってるんで、まあそこから見てください。まずね、その動画見てから、この動画見てください。まずですね、まあ第1の村、まあ紹介したと思うんですけど、まあ、今度はですね、第2の村を紹介していこうかなと思います。はい。まあ、基本的に第2の村行くときはですね、もう乗れますね。はい。乗りますね。はい。まあ、基本的にね、第2の村行くときは、まあ、普通、今エリトラ持ってるんで、普通に。まあ、エリトラで普通行くんですけど、まあ、今回ね、まあ、いろいろ喋るということもあって、まあ、普通に、トロッコで行きたいと思います。まあ、今バグってるのかわかんないけど、なんか、なんだ、本当。で、まあ、なんか線路の音消えてるんですけど、まあ、このバグがよく起きるんですね。なんでかはよくわかんないですけど、まあ、なんか、重い線なのか、まあ、めっちゃなんか、音が出なかったり、意味ない、もうちゃんとサウンドあります。今音聞こえてると思うんですけど、待って、逆にしない。思うんですけど、まあ、なんか音聞こえてないじゃないですか。設定変えてる？ないっしょね、全部。ん？これ間違いない。ん？止まってる？あれ？おっそ！おっそ、なんか重いね。重くね。51fps でこんな重さですよ。21、22、あれなんでこんな重いんだ？よくわかんないですけど。はい、まあ、こんな感じで、もう線路がもうなんか人がね、動くべきと急に音。急に音がうるせえぞ。なんか50、60fps でこんな遅いっすよ、線路。止まった。やばい。ちょっと待ってください。なんか重いんですけど、めっちゃ。これ対処法あるけど教えてください。今ここにあるんですけど、オプテファインも入ってて、まずですね、まあ、動画いろいろな、皆さん、他の実況者さんの、あれ？降りれねえし。これ見たことある人いますか？これ。ちょっと待ってください。これ。トロッコの中でシフトをしてんのに、もう線路から、だからトロッコから降りられないっていうやつを見たことある人いますか？誰か。これないっすよね。まあ、これ僕の動画多分もう史上初だと思います、これは。もう止まったしもう動かないんですよね。ちょっとこれ、多分もう初なんです。今回動画変えますね、これ。初っていう。初動画、本当はもう第2の村紹介するって予定だったんですけど、もう初ですね、トロッコからシフトをしても降りられなくて、もうトロッコでシフトをしてるっていう、なんか意味わかんない状況になってるっていう。はい。いきますよ、シフトしますよ、ほら。ほら。意味わかんない状況が起きてますね。これなんでだ、どうすればいいんだ、俺は。マジで、対処法。あ、進んだ。消えたし、ちょっと待って、は？消えたんだけど。見ました、今。見ました、こう、やりましたね、これで。消えてるんですけど。は？待って、やばい。ちょっと再起動していきますね。まあ、とりあえず、こんな、バグかな？バグ紹介ですね。ただに重いんですけど。まあ、なんかもう動かなくなって、シフトをしてんのになんかもう動かない。すげえ、トロッコの中で座ってるぜ。トロッコの中で座る人いないだろ、誰も。せめて一瞬でしょ、こんなずっと、こんな人いないし、これな、どんだけ、何が起きてる今。編集じゃないっすよ。これ大丈夫ですよ。普通に編集じゃないっすよ。もうバグってますね、これ。あ、お、急に動いた、今。ん？あれ？開けましょうか。こんな感じですね。なんかもうバグってるんで、とりあえず、はい。降りますね、今。します、一回。まあ、なんかよくわかんないバグが発生してますね。まあ、この動画はバグ紹介ということで、まあ、ちょっと趣旨変わったんですけど。まあ、とりあえずね、今度こそ、お？急に動いた。今度こそ、次の次回こそ、まあ、第2の村紹介します。はい。まあ、とりあえず、これはなぜかバグ紹介ということで、はい、今回この辺りで終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。降りられない、そして。はい。ということで、また次回、お会いしましょう。まあ、バグ紹介になっちゃったけど、はい。さよなら。はい。お、お、お、次こそ、動画、あげまーす。